じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。超かっこいいね。はい、構図の趣味部屋へようこそ。今回はね、こちら、メガハウスからね、フィギュアを紹介していきたいと思います。今回はね、ちょっとね物が大きいんでね、ついに私顔出ししようと思います。皆さんね、閲覧にご注意ください。はい、ではね、早速、箱の全容を見てみましょう。はい、はい、これが、私の素顔です。はい、ということでね、ちょっとね今回はね、顔出しということでね、まあこんな感じですね私は。はい、まあ、一応ね、片目もちょっとないんでね、はい、とりあえず、開封ですね。はい、まあ、今回はね、本当ね、ちょっと大きいんでね、はい、箱はね、はい、こちらこんなにでかい、こんなにでかい、はい、ね、こんなにでかい。ということで、とりあえずね、これを、開封したいと思います。はい、ということでね、開封終わりました。段ボールからね、出しました。はい、それがね、こちらですね。ちょっと重い。わかりますか？ワンピースね、POP、マキシマム、ルフィの、ギア、フォース、バウンドマン、はい、こちらはね、買いました。ちょっとね大きいんでね、こういう感じで、紹介させていただきましたけれども、まあね、箱が大きいっていうんで、はい、でここからね、実際開封していきたいと思います。はい、まあ、とりあえずね、箱の外観をねちょっとねチェックしますと、はい、こういう感じかっこいいね。ということでね、実際ね、こいつを開封したいと思います。はい、っていうことでね、開封し終わりました。はい、ね、実物、めちゃくちゃ重いです。めちゃくちゃ重いんで、出来が半端ないです。はい、こちらです。ボン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 。めっちゃこれね、めっちゃこれ電気がね、半端ない。これ腕とかね、てっかでかい。筋骨隆々。すっごいな。台座がね、ないんでね、このまま、飾る感じですね。はい、ちょっとね、まあ、カメラでこうやって、照準を映していきたいと思います。はい、はい、ということでね、まあ、実際ね、
開封しました。はい、こんな感じでね、さっきと同じこと言ってますけどね、はい、まあ、詳細をねこうじっくりと見ていきましょう。いやまずね、もう結構顔の造形からもすっごい作り込みがねもうすごいいいですね。いやこの筋肉でこのね模様で足ね、まあ、煙がね、煙のエフェクトが、台座の役割を果たしてますね。いやすげえわこの武装色のね覇気で覆った肉体、いやすげえわこれ。キバナもね、ちゃんとこうね切れ目とかもちゃんと再現されててね、いやほんとねすげえ。裏側もね、ちゃんと模様が、綺麗に入ってますね。まあ、塗りムラも全くなくね、本当出来としては 100% だね。100% ですね。100点だねこれね、うん、いやそれにしてもこれめちゃくちゃ重いんだわこれ。本当これはすごいな、ボリュームが半端ないなこれ。いやめっちゃかっこいいバウンドマン、いやめっちゃすげえな、エフェクトがもう、いやこのボリュームはすごいね。プライズでもね同じポーズで出てますけれどもね、やっぱこれはね高いだけあってね、やっぱもう全然もうクオリティが半端ないですね。まあ、プライズ品もねプライズ品ですごいいい出来だと思うんですけどね、持ってないんですけど、まあ、これを買っちゃったからいらないなと思ったっつうのもあるんですけどね、でこれを買った後にプライズ買ってもね、やっぱ見劣りしちゃうかなって思ったんで、まあ、プライズにあえて手を出してないんですけどね。いやーこれはすごいわ。半端ないな、予想以上ですね、はい、ということでね、今回はね、珍しくね、ワンピースの POP、紹介しましたけれどもね、まああんま POP にはね手を出してないんですけどね、まあ、一応買ってもゾロぐらいですね買ってるのは、だからそれ以外で買ったのは本当初かな、いやすごい出来が良さそうだったんで、で限定品でしょ、プレ版とメガトレーショップだっけ、あとジャンプストアかな、で今なんか結構ね、高値がついてますけどね、はい、ということで、今回は、以上になりますね、またね、新たな、フィギュアが入りましたら、紹介していきたいと思います。ということでね、今回はこれにてご視聴ありがとうございました。